はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回は帝国の決断3日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ハワイをね、なんとか航空戦力を総動員の上攻略したというところまでお届けしたと思いますので、今回はその続きになります。まずは艦隊を一度ハワイに収容して、そこで、補給の後、第一艦隊に関してはですね、一度クレイに戻します。そこで、作戦完了報告と、次なる作戦ですね、この後説明させていただきたいと思いますけども、次の作戦の、内容をお話ししたいなというふうに思っているので、まずはね、艦隊を一度ハワイへと戻して、そこで、燃料ですね、主に補給をしていきましょう。で、第5航空艦隊も同じく、ハワイに戻そうかなと思ったんですけども、第5航空艦隊の方は、実は石油がまだ29残ってるというのが分かったので、これはですね、もう直接クレイへと向かわせます。で、第8航空艦隊は、しばらくの間はですね、ハワイの方に留まってもらおうかなと。いうふうに思ってるので、このあたりでね、紹介活動を行ってもらいましょう。で、こちら第6潜水艦隊はすり減っているので、一度ハワイに戻して、ハワイで、第7航空艦隊と、第7潜水艦隊ですね、こちらの方と、一度、統廃合していこうかなと思っています。では、ハワイ基地の方を見ておきましょう。まずは司令官不在なので、陸戦の強い司令官誰か入れましょう。古村さん予備役入ってるので、古村さんを任命。さらに航空隊ですね。これ配備していきます。まずは、なんといっても、冷戦。直縁であり、護衛でありというところになってもらい、あとは艦爆。で、あとは観光。で、観光に関してはですね、一式の立候も入れましょう。一式の立候の方がさすがに強力ではあるので。で、あとさらに、偵察機として、百武を入れましょう。こんだけの戦力、置いておけば、しばらくハワイは防衛可能かなというふうに睨んでます。で、あとですね、ちょっと注意しておきたいのが、まずは空母、失ってるものがあるので作っておきましょう。で、今悩んでたのがですね、大砲、もしくは雲竜、どっちのタイプを作ろうかなというふうに思ってたんですけども、雲竜と大砲を見比べたときですね、ちょっとどうしても、無視できない部分として、建造費、鉄、あと建造期間ですね。それに艦載機数というのはどうしても見過ごせない。もちろん大砲はですね、耐久度が56あって、飛行甲板も80についていると。で、一方ですね、雲竜型見ておくと、耐久度46なんですけど、飛行甲板が30ということで、大砲の半分以下。大砲に関して言うと、日本軍初の装甲型空母というのもあって、甲板の耐久度も高いんですが、やっぱりね、建造期間が1ヶ月長いっていうのと、艦載機数が、10機以上少ないっていうのがあるので、一旦雲竜型を2隻建造したいと思います。雲竜型を作っていきましょう。もう1隻雲竜型作ります。で、この空母に随伴する艦艇として、軽巡、さらには駆逐艦あたりをね、数揃えていきたいなと思うので、まずは駆逐艦を用意しましょう。吹雪型を、そしたら、4隻、作ります。いや、2隻でいいかな。で、代わりに、ちょっと砲撃もこなせる従順を、従順も数足りてないんでね。青葉型防空強化、これを、
2席ほど作ります。これで OK かな。で、もう一つ先にやっておきたいのがですね、まず冷戦の52型。これあと26周で完成するんですけど、これを航続距離を伸ばして、まあ、長距離爆撃機、長距離攻撃機の護衛もこなせるような、機体へと、ちょっと変貌を遂げさせようかなというふうに思ってます。なので、まずは、2700っていうのをね、一つ目安に前後に考えていきましょう。で、速度ももちろん速いに越したことはないので、まあ、冷戦の52型は、どうだ ?590。590は出ないけど、まあ、これくらいで一旦見積もりましょう。冷戦の52型です。で、続いてなんですけども、まあ、まだまだね、出来上がらないものを見てもしょうがないので、戦闘機は一旦置いておいて、水星ですね。51週間かかるんですけど、水星も、少し内容を強化しておきます。で、内容を何を強化するかというと、まあ、もうバカの一つ覚えになっちゃうんですけど、やっぱり航続距離ですね。さっきの52型が2600だったかな。確か飛べるような設定にしたと思うので、まず航続距離に関しては、2600っていうものを目安に、まあ、爆撃機、攻撃機は作っていきましょう。2600飛べるかなっていうところなんですけど、もし飛べなかったら速度をね、560ぐらいまでだったら落としてもいいかなと思うので、ここは航続距離と速度とバランスを見ます。ちょうど2700になったので、これで OK にしましょう。水星。まあ、名前変えられないので、水星、海的な位置づけになりますけど、これが一つ。爆撃機ですね。続いて攻撃機を見ていきましょう。天山ですね。天山の方も値を修正していきましょう。天山の爆撃力15って結構数値的には高いですね。で、ここも航続距離を一旦、まあ、2600ぐらいまで見て、速度を560、まあ、60ぐらい、560前後ぐらいまでちょっと引き上げていければいいかなというところですかね。一旦航続距離は2600にして、速度を今度上げていきましょう。550。550あればいいかな。550ですね。まあ、ほぼ550っていうことで、御の字にしましょう。じゃあ、これで、3つの航空機、新しく、まあ、設計ですね。まあ、もうちょっと、正確に言うと、改造に近い、改造設計かなっていう感じですけどね。これも、だから、天山って名前ですが、オリジナルの天山ではなくて、天山かいというところになるかなと思います。では、じゃあ、時間を進めていきましょう。あ、そうだ。今回のね、作戦目標もついでにお話ししておくとですね、ハワイ攻略が終わったので、次は、ズバリ、ガダルカナル。ここを攻略して、一挙に、ソロモン諸島を、まあ、制圧。その後、米豪遮断作戦の最終フェーズという位置づけで、オーストラリア攻略を行っていこうと思ってます。で、そのためにね、第1艦隊と第5航空艦隊は一度呉に戻して艦隊の増強を行っていくというのを念頭に、艦隊の再編と作戦の実行を行っていきましょう。では、時間を進めていきます。まずはハワイに戻して、しっかり、石油を、燃料を入れてですね、呉に戻りましょう。当然、ハワイにはね、敵艦隊が増援でやってくることが予想されるので、まあ、これをね、まあ、しっかりと、迎え撃つと。
前回、ハワイ攻略戦の回で、ポートモレスビーをね、陽動で落としたというのをお届けしてるので、ポートモレスビーにね、どういう形で、支援をするのかっていう、その一つの意味合いも込めてガダルカナルの攻略を今回行っていくんですけど、ポートモレスビーがもう常にオーストラリア軍の空襲を受けているという状態なので、ポートモレスビーにね、直接、何か支援を行うっていうのが難しい状況になっているので、やっぱりここはガダルカナルまで進出して、空母によって、ポートモレスビーを攻撃してきている、敵基地、タウンスビル、ここを直接攻撃していくっていうのが、一つですよね。で、そのために、それを安定的に実行するために、ソロモン諸島をね、攻略していきましょう。帝都の決断3ももう、新しく改造されることは絶対ないと思うんですけども、こういう対局が終わった時にね、一旦、スキップみたいなのできるといいんですけど、いや、敵の SX 撃沈をしたけど、どうだい？航空機、54機が未帰還。なんとも言えないな。さあ、そしたら、お、駆逐艦が何隻か完成してますね。まず、ハワイの方に入った艦隊。第一艦隊ですね。ここに対しては石油を補充していきましょう。石油はたんまりあるんで、ここハワイは。このハワイに、一旦石油を補充するために立ち寄って、行きましょう。で、これで、いよいよね、クレに向けて、進んでもらいます。これで第一艦隊はハワイに向けて進んでいきましょうというとこですね。で、第8艦隊の方は航空隊の補充をまずは最優先で行いましょう。巡洋の方には艦載機。まず冷戦の3、2型。これをマックスまで入れて、救急の艦爆がどんくらいラインで乗ってる？うわ、全然乗ってないだ。97艦砲は？17艦砲も2個だけか。96式の艦船。いやー、厳しいね。しばらくここは、第8航空艦隊は基地内で待機ですね。で、航空機が生産されて補充したら、また、ハワイ周辺をね、哨戒活動してもらいましょう。ポートモレスビーは玉砕だな。では、各艦隊、目的地に到着するまで時間を進めていきます。では、
ハワイの方に敵艦隊が接近してきている様子があるので、第8艦隊、さらに両潜水艦隊を出して哨戒活動に入っていきます。で、各艦隊、残りの第1艦隊と第5、第1艦隊と第5航空艦隊は、呉に向けて順調に航行中です。まあ、ハワイに敵艦隊が接近してきているのであれば、これをしっかり潰しましょう。敵は空母2。空母2でしたね。ハワイの航空隊が、アメリカ軍の第一艦隊空母2、14艦1、駆逐艦23、輸送船26。輸送船26っていう数を見ると、これもしかしたらハワイに対して上陸戦を仕掛けてくる可能性があるので、しっかり潰しておきましょう。航空機224機、全機出撃です。敵の直営は全部潰しましたが、未帰還が38でしたね。敵航空隊が接近。直営が潰されましたが5機。飛行場が健在なので、まあまだ戦えますね。で、第8航空艦隊の方は、敵の艦隊に攻撃を仕掛けましょう。空母2同士ですね。どうだろうな。お互いに空母1ずつ潰し合った形ですね。空母1、巡洋か竜上か、どっちにしても痛すぎるな。敵の空母を仕留めたいですよね。ここまで来たら。空母を失ったっていうのかな。ちょっと痛いよな。ちょっと空母を失ったの。竜女を失ってるね。竜女を失っているので。なんとか、なんとか、一機、空母、補充してあげなきゃいけないかな。敵空母は仕留めました。まあ、ただ、味方もダメージが出てしまったというところですかね。そしたら、第8艦隊は一度、再び基地に入れて、空母。ここに、艦載機を入れてあげましょう。補充しましょう。まあ、ただ、それにしたって空母が一隻失われたので、そうなるとちょっと意味合いとしてですね、第3主力艦隊、これを、
今、バンコクに入ってるんですけど、これも一度、クレに戻して、クレで空母艦隊貸して、ハワイに入れて、第8艦隊と入れ替えてあげる必要があるかもしれませんね。なので、第3艦隊はバンコクから一度、クレに戻しましょう。はい。そしたらまず第3艦隊が先に呉に戻ってきたので、第3艦隊から、少し艦隊を作り直しましょうというところですかね。まあ、第3艦隊見ると、まあ、第1戦隊はじめ、もう駆逐艦しか残ってないような、かなりひどい状態なので、これをまずしっかりと立て直しですね。で、当然というか、空母をここに入れてどこっていう運用にするかどうかっていうのをまず一つ考えなきゃいけないんですけど、第8艦隊が今空母一隻体制というかなり厳しい状態なので、一旦この第3主力艦隊は、第8航空艦隊と合流するために空母を運搬するっていうね、そういう役割をちょっと担ってもらおうかなと思ってます。なので、空母としては2隻入れます、ここに。まず1つ。軽空母。これ、艦載機27ですね。で、もう1つ。これも軽空母。劉邦。これを一旦入れた状態で、さらにね、駆逐艦とかを増強させて、いこうかな、というふうに思ってます。まあ、輸送船を8入れて、8、もうちょっと入れられる？いやー、物資も入れていきたいな。これくらい入れて、一度ハワイの方へと向かって、第8艦隊との合流をね、最優先にちょっとしていこうかな、というふうに思います。で、それに合わせてというわけではないんですけども、潜水艦もね、だいぶすり減ってしまってるので、その潜水艦もね、増強するという意味も込めて、潜水艦もね、連れて行きましょう。まあだからこれ、もう輸送艦隊ですよね、イメージ的には。完全に。とはいえ潜水艦は、第三戦隊としては3隻しか入らないのか。ちょっともったいないけどしょうがないね。で、第四戦隊の方は、どうしよう。
従順とかもちょっと入れておきますか？いや、従順はもったいないというか、入れる余裕ないな。除隊させて、ここはやっぱり、駆逐艦を何隻か、入れておきましょう。で、輸送船ね。これを入れて、そのままハワイへと向かってもらって、ハワイで第8航空艦隊とガッチャンコ。で、まあ、ハワイに着いてすぐに航空船がこなせるように、艦載機も搭載しておきましょう。冷戦の3、2型。で、あとは艦爆。観光。まあ、どうしても数がね、しょぼく感じるのはしょうがないですよね。軽空母と、由宿命上しょうがない。で、同じくですね、劉邦の方にも、艦載機。これを搭載させていきましょう。直演率とかをどうするかっていうのもね、あるんですけどね。まあ、ここまで数が少ないと、果たして直演がどうとかって言ってる、まあ、余裕もないというか、できれば全部直演に 回して、艦隊の防御に徹したいぐらいなんですけど、まあ、ちょっとそうも言ってられないというのもあるので、まあ、一旦これでいきましょう。直演率は50%でいきます。では、また時間を進めて、呉の方に、第1艦隊と第5艦隊を迎え入れましょう。はい。そしたら第5航空艦隊が、呉に戻ってきましたので、第5航空艦隊の方も、艦隊をね、少し見直していきましょう。まず第1戦隊の方に、劉邦入れます。で、第2戦隊の方には、まあ、従順を入れて、防御力を増していくというところですかね。で、第3戦隊の方は戦艦を入れて、従順を入れて、砲撃戦がこなせるような、さらに、まあ、しっかりとした、防空戦もこなせるような、艦隊設計へと変えていきましょう。これで第5航空艦隊が、まあ、だいぶ、そういう意味で言うとね、増強された形になるんじゃないかなと思います。あと輸送船をしっかり入れて陸戦がこなせるようにします。まあ、この先ね、ガダルカナル基地攻略に当たってもらう艦隊になりますので、まあ、ここはしっかりと輸送船も入れると。いや、ちょっと艦隊が難しいな。まあ、これでいこうかな。できれば、空母の護衛をもうちょっとしっかり入れたいなっていう気はするんですけど、まあ、南雲さん、山口さんの、ダブル大将の艦隊なんでね、まあ、安心して、見てられるかなとは思います。赤城。ここは艦載機を増やしましょう。全然足りないからね。しばらくの間は、ここで、まあ、戦力の回復を待つという形になるんじゃないかな。なんといってもね、艦載機の数が足りてないので、一旦呉で第5航空艦隊は、休養。
航空隊の補充が完了次第、ガダルカナル基地攻略戦に向かってもらいます。ではまた時間を進めていきましょう。そしたらですね、まずは、第一艦隊が、クレイに戻ってきました。で、クレイには第五艦隊も入っているので、まず第五艦隊の、空母に航空隊を補充して、ガダルカナル基地攻略に向かってもらいたいと思います。救急の艦爆を40機、救難の艦砲30機。で、さらに直縁として冷戦の3、2型を10機ほど増強していきましょう。で、これで、第一戦隊に関しては、陣容が整ったという形ですね。で、第二戦隊の方なんですけど、まず飛竜。ここも航空機の数が、もうずりずりずりとすり減ってるので、増強をしていきましょう。で、厳しいのが3人型だな。航空機の数が本当に厳しい。で、蒼龍の方も艦載機すり減ってますので、艦爆から、艦砲から、すべて増やしていきましょう。これで、一応、第五航空艦隊に関しては、まあ一通りね、まあなったというところになるので、早速、今回のガダルカナル基地攻撃、こちらに向かってもらいましょう。まあ、おそらくね、ガダルカナルであれば、敵の、まあ、艦隊戦力まで出ていないと思うので、まあ、しっかりとこの、第五航空艦隊だけで叩けるんじゃないかなという目算ですね。こちら、ガダルカナル基地へ向かってもらいましょう。では、そのガダルカナル基地の場所と、あと、まあ、とはいえ不安はあるので、工作員を入れて、情報収集に当たらせます。飛行場がないし、航空隊もない。これだったら、第五航空艦隊投入すれば、ガダルカナルは落とせますね。で、第一艦隊もクレイに戻ってきてますので、第一艦隊のね、補充もしていきましょう。特に第四戦隊が空っぽになっちゃってるので、第四戦隊をね、しっかりと構成していきます。戦車80もいるかっていう話はあるけどな。まあ、この第一艦隊を内地、つまり日本に留め置くのがいいのか。ああ、それとも、米語遮断作戦のために動かしといた方がいいのか、ちょっと悩ましいな。まあ、いずれにしてもね、ちょっとトラックぐらいまでは進出させておきましょう。で、トラックで、まあ、次のね、作戦目標を考えると。いうのがいいかなと思います。じゃあ、ここに来てですね、作戦の司令部に行って、作戦報告をしておきましょう。よし、臨時予算2万3000。これは嬉しいね。さあ、次の作戦目標ですが、
サンフランシスコ基地攻略はないだろう。まあ、豪州方面で、つまり、オーストラリアですね。ここになると思います。さあ、では、米豪遮断作戦本格的に始めていきましょう。第一艦隊は、一旦、今お話したように、トラックへと入れます。では、これでまた時間を進めていきましょう。ハワイの方は、まだ第三艦隊到着してないので、ハワイに第3艦隊着いたら第8航空艦隊とガチャンコですね。冒頭話した通りです。ですね、ご覧の通り、今、ハワイの方に再び、アメリカ軍の艦隊、しかも3空母がやってきているという状態が見て取れるので、この3空母をちょっと迎え撃たなきゃいけないという状態です。ガダルカナルの方もね、切迫していると。作戦実施日が近づいていると。いう状況の中、敵3空母。これが現れているので、まずこの3空母を仕留めなきゃいけないという状態ですね。なので、まずハワイ基地の方に航空機、さらに増強をかけましょう。もう、これでもかという規模で増強をかけざるを得ないので、増強をかけていきます。さあ、これで、しっかりね、敵の艦隊を、敵の空母を沈めていきます。潜水艦隊も敵のね、空母に追撃をかけて、しっかりこれを仕留めにかかります。飛行場が潰されてなければ、まだまだね、全然戦えると思うんで、飛行場が潰されないようにだけ気をつけましょう。第三主力艦隊はちょっと待ってね。空母が入っているはずですが、空母がうまく機能していない。しかもこの、雇用で合ってるのかな？古いに鷹と書いて雇用で合ってますか？これ名前だけ見て空母だと思ってたんですけど、従順でしたね。まあ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 いいんですが、いいんですが、そういうことだね。なるほど。そうすると、軽空母一隻、艦載機が乗っていない状態になっている。これは急いで、一旦、ハワイ基地に入りましょう。空母、艦載機が乗ってない状態でみすみす沈められるわけにはいかないので。第6潜水艦隊は、敵空母に対して攻撃を行いましょう。
さあ、敵、二空母撃沈ですが、味方の損害も出てます。ここは敵の空母。最後の一艦まで仕留めにかかりましょう。何？さらに敵か。うん、これはさっきの敵空母だね。これを仕留めたいけど、戻っていくなー、きっと。大火地航空艦隊の空撃隊で仕留められればいいですけどね。仕留められない。直縁がもういないんでね。次でなんとか仕留めきれればというところだったと思うんですけど、おそらく残念ながら敵空母は取り逃しになりそうだな。まあただ3空母撃退しただけでも、まあ、よしかなという感じはしますけどね。はい。ではね、第五航空艦隊がガダルカナル方面に進出してきましたので、ここで、攻撃を仕掛けていきたいと思います。まず、ガダルカナル基地に対して空撃を行っていきましょう。27機しかまだ出れないってことは、まだ爆撃隊が到着できない距離にいるんで、もう一個進めますか？で、ハワイの方はね、空母を撃退しましたので、艦隊の再編を行うチャンスが今訪れているという状態です。では、ガダルガナル基地に対して今度こそ航空攻撃。全機、194機出撃していきましょう。これで、要サイド減らして守備隊が5減らしましたね。もうちょっと減らしてから、出撃する必要があるかな。で、ハワイの方は艦隊の再編を行っていきます。まずはハワイの基地を選択して、第3艦隊と第8艦隊をガッチャンコする必要があるので、まずは第3艦隊からね、第8艦、航空艦隊の方に空母を1隻動かしましょう。で、それに伴って、第8艦隊の方の船体をね、強化していくということをやっていきます。とりあえず第8艦隊の方に詰め込むだけ詰め込みましょう。第8艦隊がこの後の主力になってもらうような形になりますからね。この、ハワイ方面という意味では。で、もちろん、ハワイ方面以外、そこでは第1艦隊と第5航空艦隊がね、引き続き頑張ってもらわなきゃいけないので、そこはね、しっかりやりましょう。第8艦隊を
増強です。潜水艦の方もね、転属させて、第6艦隊かな、あっちの方をしっかりと増強してあげなきゃいけないので、もうそのあたりもね、注意を払いながら、艦隊の再編を行っていきましょう。まあ、余った艦隊、艦艇に関しては、その、いわゆる、哨戒部隊という形で、置いておけばいいだけの話にはなるので、無理にはしないというか、その、無理にでもというか、しっかりとね、戦力を、第8艦隊の方に、集中していくというところになろうかと思います。では、今お話したようにね、艦隊の方を再編していきます。で、潜水艦の方は第6艦隊でいいよね。第6艦隊の方に、統合していくと。第6艦隊の第2戦隊かな、イメージとしては。こんな形になりますね。では、今一度、第3艦隊から見ていきましょう。第3艦隊はもう完全に哨戒艦隊というような位置づけですね。で、第6艦隊の方は、ここに潜水艦得意な人を入れましょう。大森さんを入れる。大西さんだね。大西さんを入れて、第7艦隊の方はこのまま。第8艦隊は、第3戦隊含めてちょっと艦隊の再編を行っていきましょうか。空母を守るようなね、そういう戦い方ができなきゃいけないと。いうとこですからね。で、空母に艦載機を乗せていきます。3、2型かな。で、救急の艦爆を入れましょう。OK だ。これで一応第8艦隊、軽空母ですけど、空母、2隻体制に戻せましたね。では、第6艦隊、第7艦隊は、再び、哨戒任務の方に出てもらいましょう。敵艦隊が接近してきた場合には、これをいち早く確認。基地航空隊に指示を仰ぐと。では、ガダルカナルの方に目を向けていきます。敵潜水艦もね、もうサクッと沈めたいところだけどね。よし、敵潜水艦隊撃破完了ですね。じゃあ、ガダルカナルだ。ガダルカナルの方は、前期発進で、仕留める。守備隊マイナス15、両サイドマイナス4、もう2回ほど空撃をかけたら攻略が完了しそうな、そんな感じはします。よし、守備隊壊滅させて、要塞も0にしたので、これで、そしたら、ガダルカナル基地攻撃に入りましょう。
ガダルカナル基地攻略完了です。では、一旦ね、今回はここまでにさせていただいて、次回の方へと進めていきたいというふうに思います。まあ、ガダルカナル基地を攻略したので、まあ、大本営からの作戦指示通り、オーストラリア方面のね、攻略をしっかりやっていきましょう。まあ、段取りとしてはソロモン諸島を攻略するのか、あるいはもういきなりオーストラリアに対して攻撃を仕掛けるのか、ちょっと悩ましいところなので、ここは考えておきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひ、ツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。